族の集会に出ようと思って休みを取ってきました。私住んでるのは大井原発から40キロ離れてません。滋賀県高島市といいます。こんな時間になった真っ暗な田舎町です。こんな東京って久しぶりに行ったんですけど、めっちゃ明るいですね。夜なのにこんな明るいんですね。もうちょっと暗くてもいいですよ ね。こんな明るくなくても道歩けますよ。そうだ本当に電気あまり倒しじゃないですか。こんな明るいのに電気のために原発やるとか経済のためにとかおかしいでしょ。だってここ経済産業省ですけど、僕らみたいな農業地帯の田舎町は仕事ないですよ、マジで。そうだ仕事ないし、農業とか、まあ、うちは林業は壊滅しましたし、割り箸とか仙骨ってあの扇子の骨とか作ってないんです。全部中国に持っていかれました。経済産業省は何もしてません。結局工業だけ大きくすればいい、輸出企業だけ儲ければいいという産業、そういう産業ばっかりに投資をしてきて、農村はどん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 人が減って、それこそ必要やのに電気が少ないぐらい暗い、仕事もないという状況になっています。で、僕の地元に今オスプレイが来ています。来るのはそういうものだけなんです。40キロ先に原発があって、10キロ先にオスプレイが飛んでいます。そういう町なんです、僕らの町は。相場野という近畿最大の自衛隊の演習場があります。で、秘密保全法なんかなくても何にも住民には教えられません。ほとんどの住民はオスプレイが来ていることすら知りません。で、この、僕が10歳の時やから27年前からずっと毎年日米合同演習、毎年ね、3年に1回ぐらいやってるんですけど、それの一環でもう米軍来るのはみんな泣いちゃってるんです。で、まあ、来ていることを知ってる人も多分市民の3分の1もいない、ひょっとしたら2割ぐらいかも。で、オスプレイが来ていることを知ってる人は多分もっと少ない。なんでかっていうと1000人2000人、僕らがやった集会で1100人、その前にやられた集会で800人、合わせて1900人の人間が集まってます。1行もマスコミは書きません。何にも報道しません。 BBC ってあるんですけど、あの琵琶湖放送、テレビも来ません。そういうぐらいみんな隠されてて、秘密保全法なんかなくても大事なことは全部秘密になってるんですよ。で、そういう大事なことが全部秘密になっている状態で、原発は再稼働するとか基地を置くとか、なんか落ちる飛行機を持ってくるとか、あれ輸送機らしいですけど、そういうこと自身をやめていかないといけないと。実は経済や産業のことを考えているこの人たちがそのことを言わないといけないじゃないですか。そういうことを言いたくて今日マイクを握りました。ありがとうございました。